どうも。いやー疲れましたね。ちょっと久保さんの動画十何本車の中でずっと座りっぱなしで撮ってて、まあ、その後も動画撮って、まあ、久保さんの動画はねちょっと深夜になると思いますけど、編集必要なんで、まあ、今回のテーマはですね、今回のテーマはね何にしようかな。あと3年にしようか。あと3年です。まあ今キャンペーンやってるんですけど、まあ今僕コンテンツ販売してます、 YouTube を使って。でそのコンテンツ販売してそれで飯食ってるんですけど、あと3年でここからこのステージをまあ卒業しようかなと思ってます。はい、まあ卒業するためにやるんですけど、でこのあと3年っていうのは言い続けますし、今ドリームアカデミアっていうのを僕やってるんですけど、ちょっと決めたことがあって、ちょうどその40になってからコンテンツ販売こう終了する上で、まあ今ドリームアカデミア60万なんですけど、この本コースを、80何万にしこう一気にまた20万ぐらい値上げしようかなと思ってます。でそれ値上げする理由はまあいろいろあるんですけど、まずまあドリームアカデミアってサポートはね60歳までやるんですよ。で僕一人でやってるんですね。で一人で何千人も対応するっていうのが、物理的に60歳までずっと無料サポートを何千人も対応する、まあ、ちょっとねきついんですよ。なんで価格を上げることによってフィルタリングだいぶつくんで、まあ入ってもそんなに増えないじゃないですか、価格上げれば。だから誰もが入りやすいような価格帯にしちゃうと誰もが入ってきちゃいますんで、だから、40歳からは、そのドリームアカデミアの本コースは80万ぐらいの価格帯にして、で、今アドバンスコースっていうのを今度新しく出そうかなと思うんですけど、それは入りやすいような価格帯にする、だけどサービスの内容をちょっと変えるっていう感じで、だから本コースは本当に入りづらくする、で、アドバンスコースっていうのは入りやすいようにしていく。ただここもね価格帯はちょっと今考えてますけどね。であとはそのアドバンスコースっていうのが今までなかったんで、これ作ったら、正直ドリームアカデミアって僕大学をイメージしてるんで、ドリームアカデミアの最終的に僕が売る商品はね1個にしていきたいんですよ。今毎月売ってるんで、だあと3年ですかね、あと3年ですよ。あと3年で僕の安い商品ね、数千円の商品とか数万円の商品はなくなってくんじゃないかなっていう、少なくても僕から何か買うんだったら何十万っていう価格になってくるのかなとは思いますけどね。まあそれは40になってみないと分かんないですけど、でこれはこっから何が伝えたいのかっていうと、常に最近周りにも動画でも言うようにしてるんですけど、その3年っていう、なんかもう3年で死ぬぞぐらいでやってるんですけど今。だからその億万長者合宿のやり取りに関しても結構しんどいんですよね。だけどあと3年と思うとやろうと思えるんですよ。あと3年しかないぞって、こんなことを馬力持ってこうやれるのもあと3年ぐらいしかないかなと思うと、そのやりたいことをやり残さないようにやろうと思って、ぶち抜いていくってことですね。だからほとんどの人はね、その決めてないんですよ、期日を全部に。だから僕なんかは特に夏休みの宿題どうでした？夏休みの宿題ってパターンいろいろあると思うんですけど、なんかその7月20日ぐらい、海の日ぐらいから夏休みだと思うんですよ。じゃあその夏休み始まった瞬間から計画を立てて計画通りに、前半で終わらすっていう人もいれば、ただ大半の人がおそらく夏休み終了間近にやべえみたいな感じでやるタイプだと思うんですね。僕なんか特に夏休みの宿題に関しては6年間、小学校って6年ですよね。で6年間毎回夏休みの宿題だったと思うんですけど、僕は6年間ずっと計画は立てず最後の最後でやるタイプでした。だから自分のタイプを理解してるんで、だから自分はもう期日つけないとやらないなっていうタイプなんで、そのやることに対して全部期日をできるだけつけていく。だから今やれてない人っていうのは期日をつけるべきかなと思いますね。特にあと3年しか生きられないと、あと3年しかないよってなって常に言い聞かせてるとやるしかないですから。そう。でもこれがね、まあ今日もね1日っていうのはあっという間に終わって、あっという間に、まあ久保さんとの動画
撮ってるだけで終わっちゃうんじゃないかなみたいな。また動画撮ってないですか。で、あと夜僕コンサル入ってるんで、3件ぐらい夜入ってるんですよね、スカイプコンサル。だからもう終わっちゃいますね、すぐ今日。動画撮ってコンサルして終わりですね、今日。移動しようかなと思ったんですけど、移動はあんまできないですね。あと編集作業もあるんで、まあどっかで区切りつけてちょっと移動しないといけないですけど、まあどこでもできるんでいいですけど。でもどこでもできるけど、みんなどこでもやんないですからね。今これね iPhone で撮ってますけど、うん、どこでもできるじゃないですか。どこでもどこでもまあちょっと車から出てコンビニでちょっとご飯食べようかなと思ってちょっと出て、でも疲れたんで散歩ちょっとしたんですよ、ずーっとやってたから。で散歩しててまた動画撮ってるっていうねずっとあのフルバケット、僕もフルバケットシートっていうシートでずっと固定なんですよ、こうやって。もう肩やばいですね変えろよって話ですけど、でもあれはあれでいいんで、いいんで。期日をねつけてない人が非常に多いかなと思いますね。で、あとまあ今日ねそのキャンペーン終了なんですけど、必ずキャンペーン終了の最後に入ってくるんですよ、ほとんどの人が。逆にそのキャンペーン終了の日が一番売れるみたいな、一番売れるの分かってるんで動画撮ってるんですよで、あとはこれを買えるチャンスっていうのは今日しかないですし、まあ、今回そのキャンペーンをちょいちょいずっと毎週ぐらいのペースでやってるんですね、ストライプキャンペーンみたいなの。まあこれは LINE アットに登録していただいてる方にご案内してるんですけど、まあこの下に LINE 入れときますけど、うん、で、まあかなりお得な感じで流してますけど、うん、なんだろうな、僕あのペイパルアカウント停止になっちゃったんで、でもしペイパルのアカウントが停止にならなければ多分このキャンペーンもやらなかったし、この商品をまた販売するってこともなかったと思います。だからどう捉えていただくかは、まあ見ていただいてる方次第ですけど、僕がストライプ、あのペイパルでアカウント削除されたから、うん、この商品がリリースされてるわけです。もしされてなかったらねやってないですよ、本当に。でもしかも毎週やってないですよ。だから今回そのキャンペーンまた終わったら次5段かななんかやりますけど、世の中次はねやるやつはもう決めてるんですけど、イリュージョン3ですね。イリュージョンだから、イリュージョン1、イリュージョン2、ミリオンゴッド、あとは今1億稼ぐマスターマインドか、で今度イリュージョン3。このイリュージョン3はねなかなかですよPV が1500回ぐらい再生されてますからね。 PV1500 回ぐらい、あれはねパンチあるセミナーなんで、あれいいっすよあれはね、まあドリームアカデミアの塾生さんには無料でシェアしてるんですけど、まあ塾に入れないって方多いと思うんで、はい、またお値打ちな価格では出していきますんで。そうだ、基本的になんだろうな、別に僕から商品買わなくても無料動画見てるだけでもいいんですけど、いずれにせよお金って使うはずなんですよ、絶対に。うん、絶対にお金は使うんで、何にお金を使うのかって、例えばこれさっきコンビニで買ったんですけど、これ120円ぐらいだったかな。じゃあこれを、まあ、今回3000円でキャンペーンしてるんですけど、じゃあこれを20回ぐらい、20何回買ったら、まあ、3000円いくわけですよ。どうですか、自分が生きてる間にこのペットボトルのジュースって何回買います？じゃあそのペットボトルを買った金額以上のお金を稼げてます？多分ほとんどの人は消費なんですよ。これを飲みたいから買う、終了なんですよ。でこっからのなんかお金って生み出してないんですよね。わかります？だからお金を稼ぎたいんだったら、自分が使ったものに対してのなんだ投資に変えていか、消費から投資に変えていかないといけないんですけど、ほとんどの人が消費で終わっちゃうからお金が増えないんですよ。うん、だ僕とか久保さんとかも消費を投資に全部変えてるんで、消費してるものはないですね、もはや。なんか買ったらなんかレビューしたりとか、このまあ昨日もなんかそのあこれ取らんとあかんなと思って、そのホテル予約してくれたんですね、お客さんが。でその福岡ワシントンホテルか、そう、あの昨日か一昨日か、動画撮ったんですけど、要はそこの朝食がめちゃうまかったんですよ。だから福岡ワシントンホテルの朝食マジうまかったっていう動画を撮ったんですけど、朝食うまいっていうことでも資産に変えられるとか、動画の一つコンテンツとして変えられるんで、
まあ何やってもいいんですけど、でもほとんどの人はね、こっから生み出せないですよね。だからこっから生み出せないんだったら、こっから生み出せないんだったら、なんだろうな、ちゃんと勉強した方がいいと思いますよ。でもちろん勉強して終わりだったら意味がないですよ。ただ何を勉強するのかにおいて、そのまあなんだ、なんかそのちゃんとやってない人にお金を払うのか。僕原稿でやってますよね。だいぶやってると思うんですけど、まあこれからも続けますけどね、発信っていうのは。だからその続けてやってる人の話を聞くのか、それともやってない人の話を聞いてそこにお金払うのか。少なくともやってる人にお金を払ってほしいなと思います。で僕じゃなくてもいいですよ、僕じゃなくてもいいんだけど、どうせ払うんだったら。でもうこれ何度も言いますけど、もう本当に僕は去年か一昨年、あの今 LINE でそのなんだ、お問い合わせが気軽にできないようにしてるんですよ。で無料でお問い合わせに対して回答もしてますけど、それはその名前とメールアドレス入れないとダメなんですよ。でそれやってる理由としては、まあ、正直ね、大変でした。何が大変かっていうと、僕コンテンツビジネスで飯食ってるわけですよ。でその騙されましたっていうお客さんが僕のところに来るんですね、相談受けに。でお金ないわけじゃないですか。で僕コンテンツビジネスで飯食ってるわけですよ。で無料サポートの動画を撮るんですよ。でもお金にならなかったりするわけですよね。だったらお金払ってくれてる人のサポートした方が良くないですか。で僕は最近というか、まあ気づいたんですけど、なんかやる気ある人、ちゃんとお金払ってくれてる人に対して、まあ、動画を撮るとかね、まあ、そういう風にやった方がいいんじゃないかなっていう。まあ、そんな感じです。まあちょっと話は脱線してますけど、まあ、今後僕のそのスタイルっていうのはどんどん変わっていくと思いますし、発信スタイルは変わらないですけど、あのコンテンツビジネスから本当にね、3年で卒業できるように僕も、やりきりますけど、ただ最近ね、まあ、僕は金融というかお金を使ってお金を増やすっていう方向に行くっていうのを決めてるんですけど、最近やっぱワシズロボットみたいなあのベータ版ですけど出来上がってきたし、今度そのシステム開発してくれた方にバイナリーオプションとかのやつも作ってもらおうと思ってるんで、だからそういうのができたらね、そっちで、まあ、自動でお金をやってもらって、あとは自分の好きな発信をすればいいだけなんで、発信は続けていきますよ。多くの人は発信する理由ってお金のためだけにやってるじゃないですか。僕はもうお金のためというか、もう空気になっちゃってるんで、要はアウトプットすることが自分の進化になる、要は気づいたこと発見っていうのをどんどんシェアして、この循環するっていうことが自分の自己成長につながると思ってるんで、アウトプットが最大の学びだと思ってるんで、あのお金のそのコンテンツ販売しなくなっても、なんだ、あのアウトプットっていうのは続けると思います。もちろん量はね、今みたいにバカバカはしなくなるかもしれないですけどね、あでも10万本っていう目標があるからな、わかんないです。今1万本達成したんで、今度10万本なんですよね。僕の中でね、せっかく生きてきた中で誰もやったことがないことに到達するっていうね、ちょっとあの何のために生きてきたと思います？わかんないですよね。そんな理由ないんで、理由なんて自分で作らないといけないですから。でもなんか生きた証というかね、俺はまあ地球に生まれてこんなにやってきたぞみたいな、10万本のログを作ったぞみたいなね、なんかそういう風にやっていきたいですけどね、生きた証。だから YouTube さんはね、本当に、まあ、アカウントバンされたらまあオワコンですけど、まあある限りは本数こなして、まあ10万本っていうとこですね。この10万本いったら100万本ですよね。誰もが到達してないとこ行こうかなと思ってますけど、じゃあこっからちょっとじゃあお話もしましょうか。この朝摘みオレンジ天然水、朝摘みオレンジ&天然水、これね、これを見てどう思いますか？朝摘みオレンジ天然、じゃあこれから
話をしてくださいって言われて話せます？僕は今から話しますけど、どうですか？ちょっと考えてみてください。浅摘みオレンジ&天然水から何か、なんだ、ビジネスの話でできますか？じゃあ僕が話しますね。これって天然水、サントリー天然水って昔から売ってるじゃないですか。でも浅摘みオレンジっていう、このオレンジと天然水がコラボしてるやつっていうのは、ここ数年だと思うんですよ。でじゃあこれ何かっていうと、天然水とオレンジを合わせ技ですよね。要は合わせるだけで新商品になるんですよ。もう一度言いますね、合わせるだけですぐに新商品になるんですよ。で多くの人は新しい商品とか作れないとかそう考えてるんですけど、既存にあるものと既存、じゃあオレンジってなんか今開発されたフルーツですか？例えば浅摘みグレープフルーツでもいいわけですよね、浅摘みぶどうでもいいわけじゃないですか。じゃあそう考えると無限に商品って新商品ってできると思いません？なんかこれがジョイント思考というか、ジョイント思考、まあこの前その久保さんとの億万長者合宿も僕ジョイントでね一緒にやりましたし、久保さんと一緒にやることによって億万長者合宿っていう新しいサービスを提供できたし、じゃあこの前ストーリー D っていうのも販売しましたけど、あやさんサイトアフリエイトでやってる人とコラボして、商品販売してそれ商品売ることができたし、そのジョイントしていくっていうのは一瞬で商品も作れる、量産できるっていう一つの、僕がなぜ毎月商品リリースできるのかっていうと、ジョイント思考があるからなんですよ。こういう思考が。でも多くの人は天然水をどう売ろうかなって考えてるんですよ。多くの人はオレンジを、自分が作ってるオレンジをどう売ろうかなと思ってるんですよ。でもねそれって限界があるんですよ。なぜならライバルだったりとかいろいろなその問題っていうのがあるわけですよ。だってオレンジを売ってくって言っても大変じゃないですか。ライバル多いじゃないですか。水もライバル、今ミネラルウォーターでもめっちゃライバルいません？昔はミネラルウォーターって十何年前はミネラルウォーターそんなに認知度なかったですけど、今水を買うって当たり前じゃないですか。で水ってめっちゃ出てるんですよ。でその中で選ばれるのって大変じゃないですか。だけどその当たり前なショーケースの中に、当たり前なショーケースの中に今まで当たり前だったものと今までなかったものがコラボしたことによって、あ新商品だって出るわけじゃないですか。あなんだろうこれって見てもらって手に取ってもらって、あちょっと飲んでみようかなっていう購買意欲をかき立たせることができるんですよ。で美味しかったらリピートするし、これ僕リピートして買ってるんですけど、飲んでみたら美味しかったんでリピートしてるんですよ。でも買った理由っていうのは何かっていうと、あ浅摘みオレンジと天然水がコラボしてるとどんな味なのかなっていうところのきっかけなんですよ。で飲んでみたら美味しかったんでリピート買いしてるんですね。でもしこれが普通の天然水、サントリー天然水やったら今まで見たやつと一緒だから買わないんですよ。わかります？買わないんですよ。だからこれ浅摘みオレンジっていうのに僕はもうマーケティングにはまりましたね。サントリーさんのマーケティングにはまったんですけど、オレンジと天然水ってどんな味するんだろうみたいな。そう、あとこれね、あれもそうですよね。コカ・コーラのイロハスもこのコラボいっぱいやってるんですけど、ね、桃となんちゃらとか、その最初はイロハスがメインで売ってたんですけど、その後コラボしていろんな、なんだ果物とかコラボして売ってったじゃないですか。売ってるじゃないですか今も。梨だったりとか、梨、桃、あと何ある、結構ありますよね、種類増えてきたと思うんですけど。でねこれね、じゃあ今の話からもっと掘っていくと、昔キュンキュンキュンみたいな、カハラトミナダ桃の天然水ってあったじゃないですか。桃の天然水999っていう、なんか CM ありませんでした？で桃の天然水ってあれ結構バカ売れしたんですよ。その CM 効果もあって。じゃあ今の桃の天然水って見ます？こう面白くてね、桃の天然水だけだと生き残っていくときついんですよ。面白くないですか？そう、だから生き残っていくためには目新しさがやっぱ必要なんですよね。だから桃の天然水だけだともうそこにバリエーション増えないじゃないですか。でもこの天然水っていうのがあって、これと何個もかけ、イロハスと何個もかけ離せることができますよね。例えば僕で言うならば、吉谷拓郎っていう男がいて、この男とこれがサントリーの天然水では、吉谷拓郎っていう男が、天然水ねっていうベースがあって、じゃああやさんオレンジみたいな、久保さんオレンジみたいな、久保さん桃みたいなでコラボできるじゃないですか。わかります？そう、だからね、このなんだろうな、一つだと限界値がある。
コンテンツ販売だと。なぜならばその多くの人っていうのは飽きるんで、飽きます確実に。だから新商品っていうのをどんどん市場に投入するんですよ。だって新商品の10年前のテレビ今買いたいですか？買いたい人いないですよね。10年前のテレビで勝負できますか？できないですよね新商品の方が良くないですか？どちらか、まあ 4K 見ないけど 4K の方がいいかなとかね、 LED の方が綺麗かなとか、そうやって目移りするんですよ人っていうのは。そういうもんなんです。だから新しい市場に新しいものを投入していかないといけないんですけど、市場に投入する上で大事なことっていうのはよりスピーディーに投入することなんで、よりスピーディーに投入するためには自分でこのオレンジを一から作るよりかは、一緒にもうあの今あるものと、おお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 お、でかい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 、めっちゃでかい、めちゃくちゃでかい橋だ、おった、でかっ、こんなあったよ、でかっ。まあまあ新商品を作る上でね、大切なのはそういうことですよ、うん、ジョイント思考ですね。コラボしていくってことです。まあこれは YouTuber さんの人もね、チャンネル登録者数上げるときにコラボしまくってますけど、あの本当にコラボとかジョイントしていくっていうのは、あとフリーコンテンツを作る上でも一緒です。フリーコンテンツを自分で作っていくのか、それともその対談していくのかとか、対談したらもう一瞬で作れるじゃないですか。しかもオリジナルのコンテンツ、新しいコンテンツになるんで、だ僕はそれを知ってるから常に音声対談とかね、いろいろな対談っていうのをするように心がけてますし、うん、でもほとんどの人はそれをしませんね。なんでだろう。で、対談すればすぐコンテンツできるじゃないですか。対談すればコンテンツすぐできるんですよ。インタビューやればいいじゃないですか。スカイプ、僕もスカイプやってますけどね、別に車の中でもスカイプ対談できるんですよ。収録できるし。でもみんなやんないですよね、うん、でこんなこと言うと、吉谷さんだから相手がいるんでしょって話するじゃないですか。じゃあ僕の事例をお話しすると、僕ね当時その会社勤めした時に、そのウォールストリートジャーナルだったかな、なんかその、うん、月額のサービスをやってたんですよ。投資の商品を月額サービスでやってたんですけど、その商品のコンセプトっていうのが、有名な投資家さん、もう本に出てるような有名な投資家さんとインタビューをして、その FX でどう勝てばいいのかとか、投資でどう勝てばいいのかっていうのをあのインタビューして、で映像を DVD にしてお送りするっていうサービスだったんですね。で12そのシリーズもんで10人ぐらいやった時に、その投資部門で働いてた子が辞めちゃったんですよ。で誰もインタビューはいないんですね。でその子は投資結構知ってた、あの好きだし知ってたんですけど、辞めちゃって担当者いなくなったんですよ。で会社の中でどうするみたいな、誰やるみたいになって、な僕しかいないわけです。で僕がじゃあ何やったかっていうと、あのね、これ本当僕投資もやったことないし投資経験ゼロですよ。で、あの有名な先生の本とかあるじゃないですか。で、あのブログとかも あったりとかしますよね。で、そこからお問い合わせしたんですよね。うん、すいません、今こういう企画をしてるんですけど、もしよかったらあの先生すごい人方なんで、あのもちろん本の宣伝とかもさせていただきますんで、もしよかったら出演できませんかっていうダイレクトメールもいっぱい送ったんですよ。で、一人いいですよって言ってくれて、マジですかって言ってお願いしますって、僕インタビュアーでね、臨んで、で、本もこう、もちろん紹介して、で動画撮ったんですけど、いや緊張しましたよ。だって本出てる先生に全く素人が質問してくるんですよ。まあ緊張するねでもやらないですよね、みんなそういうこと。なんか何吉谷さんだからできるんでしょうって関係ないですよ。もう何通もダイレクトメール送って、でそれで OK 出て、じゃないですか。そう、関係ないですよ。だからやろうと思えばねできますからね。ただみんなやろうとしないんで、だからやった人勝ちですね。はい、ということで、まあこの話もコンテンツとしてちょっとお届けしましたけども、テーマなんだっけ、テーマちょっと忘れましたけど、まあいろいろ話脱線してるんで、はい、まあ、結論はあの今日最後の1億稼ぐマスターマインドセミナーですね、こちらキャンペーン最後で、この商品は結構本当にいいんで、みんなあのできないしマインドが足りてない部分が多すぎるので、まあ、これは見てない人は見た方がいいんじゃないかな。でしかも今回キャンペーンで、キャンペーンっていうのも僕のペーパルアカウントが停止にならなかったら、これは生まれなかったキャンペーンですし、
だこれをどう捉えるかですね、うん、今チャンスと思うのか、うん、またセールスされて仕上がってと思うのかご自由です。ただこの価格でも買えることは当分ないと思いますし、もうやること詰まってるんで僕は、てかもう詰まりすぎて遅れてるんですけどね結構。だこれはね結構本当にいいと思いますよ本当に、うん、実際そのセミナー映像見ていただいた方からもご意見いただいて、まあ、やばかったですみたいな意見いただいてますから、まあ、本当に普段言わないような話がね出てます、はい、まあ普通のセミナー行ってあの話は聞けないと思いますね。あとね僕のね高校時代の話もしてますかなり、はい、ということで今日の22時最終のご案内を LINE アットで流しますんで、今日の22時最終のご案内を流しますんで、この YouTube の下に LINE 入れときますんで、興味ある方は、LINE の方に22時までに登録しておいてください。で22時、流してもう最終で流して、まあ、それが終わりですから。で12時回るともう受付終了になりますんで、まあ、あのページがないですクリックしても、はい、ではこの下に LINE 入れときますんで、興味ある方は登録しておいてください。では